大人の世界にこそ。はい、今回はね、前回で引き続き、この土壇場の英雄、主軸の崩壊開始後に、釣られた生存者を一人救助するという、まあ、このミッションね、やってまいりたいと思います。で、今回はネア・カーレソンで、やっぱりボロ隊は持ってね、あとはもう、いつものパークですね。ボロ隊だけ持って、まあ多分、主軸の崩壊中に釣られたら、まず、張り付いてるでしょうから、キラーはね。だから、そういう状態でも救えるようにということで、ボロ隊の方を持っていきたいと思います。はい。あとは、まあ、あと、やっぱりコング箱。まあ、そこまで行くということは、発電機をすべて直さないといけないということですから、まあ、コング箱を持っていきたいと思います。はい。キラー側のワンサイドゲームになっちゃうとね、程よく釣られ、程よく直させてもらってね、残り生存者3人ぐらいで、あと残り1個ぐらいが、いいのかな、そうするとね、キラーさんもやる気出ますから。そうすると終局の崩壊の可能性が、まあ4人いれば一番いいんでしょうけどね。そしてできれば出口が近いという。なかなか揃わないと思うけど。さて、まずは、キラーが何かですけども。キラーは、いたなで、こう、光ってるな。光ってるの見つけちゃったな。やばい。来てる。トラッパ来てる。間に合うか。やっちゃった。ごめんちゃーい。なんとか。やばい。あば、やば。あ、おれ。よし。よし。なんかラグってるな。ラグってる。やば。よし、戻して直そう。危なかったな。でもナイスチェイスだったんじゃないですか。キルなよ。ちょっとかましちゃったかな。なんだあいつ、うめえじゃねえかよ。やっちゃったな、これは。また一人のね、有望なるキラーさんをちょっとやる気をそいじゃったかな。あのぐらいでね、ダメだな、メンタル弱いんだな。やっぱ序盤で破滅を壊されるっていうのは、まあ、キラー側にしてみればね、かなり誤算だっていうのはあるんですけどね。しかもトラッパーだとゆっくりとその破滅が効いてるうちに罠をいっぱい仕掛けといて、ね、そっから動き出して、まあその、生存者を慌てさせて、罠にはめるという、まあ一つのパターンなんでね。皆様明けましておめでとうございます。こっから令和2年の実況となりますけども。一応ね、まあデイリーが、この、メグトーマスを使って脱出というのと、あとなんか協力プレイだったかな、というのがありますんで、そちらの方やってまいりたいと思います。一応この、殺人鬼を4回目くらましするというのが、この目くらまし系だけがちょっと残っちゃって、私、まあ、懐中電灯が全然使えない男なんでね、丸々残っちゃってるんですけども、まあ、これは、できたらという感じで、こう、飾り程度にね、懐中電灯持ってますんで、はっきり言って懐中電灯ね、持ってってもね、ほとんど使わないですよ。まあ、使わないっていうか、もう、ほぼ、全く使わないですね。持ってくだけっていう、飾り。一応これでね、あともう、アーカイブの方もね、レベル4の最後までは行ったんですよ。あとは、ちょっと難しいやつだけ残ってるんで、それはできたらという感じで、やってまいりたいと思います。はい。今現在は、サバイバーランクの方は6ですね。で、現在ブラッドポイントが2倍のイベントやってますんで、なるべく稼ぎたいなという感じで、はい、やってまいりたいと思います。あ、稼ぐからちょっと、
もうちょっと強いやつつけか。じゃあ協力カテゴリー、これでもつけて、今年令和2年もね、デッドバイデイライトの方何度かもうやめようかなって思いながらも、まあ何とか続けてますんでね、まだ初心者のね若葉マーク取れませんけども、まあ、1年間はつけといていいんじゃないですか。まだね1年経ってませんので。はい、コールドウィンドファーム、ちょっとねここは気合い入れてやんないと。とりあえず第一村人にはなりたくないんでね、慎重に行きますよ今回は。キーンって言ってる。なんだ。あ、そういうことね。はい、ウサギちゃんですね。ウサギか、うまいんですよねハントレス使う人って。もう私なんか絶対使わないですからハントレス。結構このレーザービーム飛ばしてくるんでね。あ、もう早くもやられた。多分破滅あるだろう、よく見ながら。どこだ、よし、よし、一応あるか。あ、あるな、あるね。てくれてんのこっち。あー、ダメだな。来るね、やっぱ来た。うまいね。やば、位置バレしてるかこれは。よし、飛ばしてたね、怖い怖い。まず破滅探そうか。じゃあここやっとくか、やっといて。ねえか、ねえか。うまいな。あ、だめだ、見つかってる。使ってるな。開けた。いるいるいる。蹴った。いった。いけるかな。まず破滅壊して、壊してからですからね、もう。なかなか私はまだグレートでだ、ね、完璧出せるほどのちょっと腕はないんで、スキルチェック。ほんと懐中電灯意味ないですからね、もう。ほんと飾りですから、もう。ストラップですから。お、ナイス!ナイス!こっちか。いいぞ、いいぞ。これで一気に進む。来るな。来た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 。
なんかラグってるな。ラグってる。あぶねえ。よし、もうこの中に入ればもう分かんなくなるだろう。あぶねえ。おー、ちょっと来い来い、ちょっと待って、来るなこれ。ダメだな、爆発させてるような人と一緒にはやれないや。ちょっとその辺はもう今年はシビアにやりますからね。もうし、上だ上だ上だ、ねえかな上に。あ、こうしよっか。一応トーテム壊してね、ちゃんと小銭稼ぎもしっかりして、何しろブラッドポイント2倍ですからね、こういうのも全てもう、ブラッドポイントで。ねえか、ここは。あった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 。よし。一応こっち見とこう。あ、宝箱か。なんかやってるな。来るのか。あ、あ、いた。やば。バレた。バレたな、これは。行こう。やば。まだ、今だ、今のうち助けよう。ああ、ごめん、変なことしちゃった。よし、俺がサポートする。さあ来い。切ったの誰か。おい、金じゃねえよ。あ、いた。あっちいたな。切っちゃってるよ。ナイスだ。来るな、これ。ああ、やば。よし、いいんじゃねえか。来てるか。バレてるな。待て。よし、やっちゃった。くそ、まあ、頑張ったけどな。切られちゃうと思うね。すごいな、よく直したな、この状況で。
よし、仲間を信じよう。もう早くこのプレス PS4 でも切ったらペナルティ早くしてほしいですよね。じゃないともう切るのが当たり前みたいになってる人もいますからね。もうちょっと不利になったらもうやめれるじゃない。ありがとう。この辺で回復だ。まず回復。よっ、やっちゃった。どこだ、あっちか。一応開けよう。来るかな、脱出っていうのが目的なんで今回ちょっとごめんちゃいですね。これはちょっと何としても出ないと悪いんだ。来る。よし、オッケー。じゃあこうしたらで、ね、多分誰かが助けてくれただろう。打力本願。まあでもね、これなんですよ。これがあったんでね、もういいんですこれで、目的を達するためだったらもうちょっと今年はね、ちょっとそういう非常なところもついついこうね、人の良さが出ちゃってね、あ、助けなきゃみたいな感じで無理救助とかやってたんでね、ちょっと大変だったんですけど、はい、じゃあというわけで本日はこの辺で終了です。次回もよろしくお願いします。さよなら。